キーパーよりもバックラインのね、選手の精神状態もあるのよ。なんかこう、普通に考えたらここ出すところだけど、この選手失うんじゃないかみたいなので、選手の判断って遅れたりするからね。なんか左サイドがあれですね、こう、ただカンセロ、ルベン・ディアス、ラポルトだったら作り直してるところを無理して縦につけちゃって、まあね、実戦感覚ない選手だとこれなっちゃうんだよね。出すとこないってことは相手が圧縮してきてるから、戻したり逆サイドにスペースがあるんだけど、もうこのジンチェンコの持ち方も危ないもんね。で、結局ここでトロトロするから、もう同サイド圧縮かけられて、アケもボールの置き方が狭い方の、ね、左足扱いたいから狭い方にしかボールを置けなくて、で、ペップはこういう癖とか多分練習で見てるだろうし、この試合は落としたら落としたで、みたいな感じの試合になってるんだろうな、多分。で、アケ頑張り屋さんだけど、周り動かしてさ、フリーの選手相手にいたらさ、そこをつかしたりとか、全体へのコーチング得意じゃないの。多分こう、酒井高徳みたいな、ちょっとずつ盲信が使われる側だといいけど、周りを動かす側になったりとか、ゲームを落ち着かせなきゃいけない時にそういうのできるタイプじゃないから。アケって誰かの代わりにちょっと入るぐらいないけど、全体的にターンオーバーがっつりしたりとかすると、アケいる試合結構大量失点する。昔はウエスター、何戦だっけ？5-2とかでも、レスター戦だ。あの時もね、アケとメンディーとエリック・ガルシアとウォーカーだったんだ。地獄だな、それ。その後のそれぞれのあれを知ってる。アケは3バックの左とかね、サイドバックで上がんない役とかがいいんだろうね。まあ、左サイドバックが、フェラン・メンディとか冨安みたいな。もうほぼセンターバックみたいに、中央の選手をサポートできる選手はいいけど、ジンチェンコがそういうわけじゃないからね。で、あとはこういうふうに、ここにボール入った時とかに3センターがずれるじゃん。で、だけど、ここって3枚でここカバーするのってすごいきついから、こういう時にすぐ後ろを作り直して、この間のところ、こういうとこ行った時に、この間のところとかに、顔出してね。アキは、頑張り屋さんだけど、ホームグルーンじゃなかったらシティ来てないかな、みたいな選手ですよ。ボールアパートから抜け出したくて、焦りが心をえぐるよ。秘密基地みたいと笑ってくれた。君が起きる頃眠る僕。どの成功者の言葉より、どの合理的な論理より、君がくれた誕生日で信じられた満場。